はい、こんにちは。そこチューバーの八野誠でございます。今日もそこ犬の情報をお伝えしていきます。はい、で今日はですね、八野が推しているポンネットワークの犬系ミームコインですね。これがですね、まあそこ犬というコインなんですけれども、日本のコミュニティの人数が、まあ、2000人を超えたということで、まあ、それを記念してバイキングの方をゲストに迎えて対談をお届けしたいと思います。で、2000人記念だったんですけど、もう今日ですね2500を超えたということで、どん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 ね、今人が増えてますのでね、これからやろうかななんて思っている人は早く、はい、参入していただければと思います。さらに動画の最後にはですね、500万ドル底のイベントボーナスをもらう方法について解説していますので、最後までご覧いただければと思います。それではゲストの紹介です。まずはユミさん。ユミです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、なんと今日はもう一人いらっしゃいます。ベックさんです。ベックです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、2人のバイキングに、まあ、そこ犬についてというよりは、お二人のプライベートとか秘密とか、まあ、コミュニティで聞けないようなことなどを中心に聞いていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、もう早速なんですけれども、まずはお二人の自己紹介ですね、お願いしたいんですけれども、まずはじゃあユミさんの方から簡単に自己紹介お願いします。はい、そこ犬の日本コミュニティでアドバイザーとして活動させていただいています、ユミです。よろしくお願いします。愛知県に今は住んでます。うんうん。普段はですね、私いろんなお仕事させていただいてて、楽しそうだなって思うこと全部やりたいタイプなので、何をしているってことはこう一つに絞れないんですけど、ものづくりが好きなので、自分がものを作って販売したりとか、飲食系もやってますし、絵も描いてますし。個人事業主ですか、基本は。そうです。ああ、なるほどなるほど。うん。でもともとは介護士でした。うーん、その感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてベックさん、自己紹介よろしくお願いします。はい、ベックです。住んでるのは東京都です。で、仕事、私もユミさんと同じ感じで、すごく4つぐらい掛け持ち今してて、うーん1つに絞れてないけれど、まあ、メインは医療系です。はい、なんか私も物を作ったり、はい、してます。どうもあれですよね、マルチインカム個人事業主ですよね。私も個人事業主じゃないかな、私は、うんうん、メインが、うん、就職的な感じなんで。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、私と一緒でマルチインカムサラリーマンということで。あ、そうです、サラリーマン的な感じ。副業がたくさんあるんで、うん、そうですよね、そうですね。はい、いや本当に私も楽しいことしかしてない。そうそうそう、副業で、まあ YouTube もそうですけど、それ以外にもいくつかやってて、本当にマルチインカムで収入を得ていますと。うんうん、そうなんですね。いうところで、うん、ね、いやいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてベックさんに続いて質問しますけれども、はい、まあ仮想通貨、はい、これまで何かやってましたかっていうところと、うん、あとそこ犬とのその出会いのところまで含めて、なんかこれまでの仮想通貨歴みたいなところをお話しいただければと思うんですけど、うんうん、仮想通貨は友達に今年の初めぐらいにちょっとある案件を紹介してもらったんですけど、うんうん、まあまあそれがこけてすごく失敗して、うんうん、すごい痛い目見て、本当にチッと思ったんですけど、それはでも別に友達を責めるっていうか、自分がもうね、まあバカみたいなと思ったんで、うん、あ、勉強しようと思って、ちょっとそこで知り合った人といろいろ話してるうちに、こういろんな案件を紹介してるサイトとかも見たりして、うんうん、ちょっとそこで良さそうな無料のやつもやりながら、その人から教えてもらう情報を見て、いろいろこう勉強してる中で、そこ犬に出会った。そこ犬はその無料案件のところに乗っかってたので、ちょろっと見て可愛いなと思ったんで、はい、参加しちゃったんですけど、
まさかこんな早くに参加してると自分では知らずにうんうん、うん、始めた感じです。え、何番目くらいでした？日本コミ入った時。5月3とか4とかそれぐらいだったと思うんで、時さん曰く、うん、時さん曰く40番目くらいだったよって、てかなんで知ってるのかなと思って、私そこ犬入って3週間は多分絶対喋ってないんですよ。人見知りなんでずーっと見てたんですよ、うんうん、コミュニティをずーっと見てるだけだったんで、うんうんうん、なんでバレてたんだろうと思ってすごいびっくりしてたんですけど。でもあのリスト見るとわかるじゃないですか、誰が入ってるかって。そう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 、数十人くらいだったらやっぱチェックするとわかるですかね。そうなんです、ね、もう今じゃもう多分ね、何千人もいるからですけど。そうね、あ、すごいですね。今でも入るとちょっとわかりますよね。ああ、なんかいないなっていうのはわかる。そうですね、今ならわかるんですけど、その時にまさか私のことを認識してた人がいるっていうのがびっくりした、うん、やっぱ最初はあれですか、会話に参加せずこうひたすらドムってたって感じですか。うん、あのもうそもそもまだ初めて、その今年初めてで、そのテレグラム自体も、え、発音合ってます、私いつも発音変だってよく言われる、人に言われるんだけど、テレグラムどちらかわかんないけど、それも全然触ったこともないぐらいだったんで、だからちょっと信用しない状態でずっと見てるだけだった。すごいですね、今年からなんですね、うん、じゃあ仮想通貨自体。全然そうですね、はい。まあ、でも意外と底犬の人、なんかそういう人多いかもしれないですね。そうですね、男性はみんなよく知ってる人が多いんじゃないですか、ね、みんな難しい言葉をよく喋ってます助けてもらってる、ユミさんと私は。はい、ありがとうございます。ユミさん、はい、どうですか、仮想通貨歴とそことの出会いというところで。私はですね、うん、そこに入ったのはリアルなお友達からの紹介なんですね。で、仮想通貨自体は触ってたのは、まあ、3年近く触ってはいるんですけど。じゃあ中堅どころ。いやいや、でもね、本当に知らなくて、そのリアルなお友達がいつもこう教えてくれる、あのこういうのだよっていうのを教えてくれるお友達で、うんうん、今習ってるぐらいな感じで教えてもらってたんですけど、うんうん、最初も私もあのベックさんと一緒でずっと潜ってたのでうん、うん、まさかこんな風にあのここで八野さんとお話しさせていただけるような立ち位置に来させていただけるなんてちょっとびっくりしてます。うん、由美さん入った時は何番目くらいですか。私でそれも時さん調べで150人目ぐらいだったらしいです。覚えてますね、時さん。そうなんですよ、すごいですよね。私のこと好きなのかしらいや、みんな大好きだと思いますよ。ですね、はい、で、お二人ともね、バイキングなってるじゃないですか。はい。なんか最初にバイキングなったのがユミさんが一番なんでしたっけ。なんかその辺のお話をちょっとお聞かせいただければと思うんですけど。はい、今活動してるバイキングの中では多分私が一番初めだったと思います。でもね、私の前にお一人いらっしゃったんですよ。へー。ただその私がバイキングになった時点ではあんまりチャットの方に出ていらしてなかったんですよね。なんか凍結されちゃったかなとか、どうしちゃったかなってちょっと心配してるんですけど、うんうんうん、私は本当にあのクイーンから直接声をかけていただいて、やってみないかっていうことで、うんうんうん、で本当に私もテレグラム全然触ったことなかったですし、うんうん、X の方も見る専門だったので、うんうん、全くって言っていうほど分からなかったんですけど、うん、まだそのやっぱり人数が少なかったっていう部分もあるし、日本でその他にいなかったっていうのもあって、うん、クイーンが直接もう手取り足取りに近いほど教えてくれまして、まあ、あのリンクのコピーはここからするんだよってあのスクショして送ってくれるみたいな、あ、そうなんだ。そうです、そのレベルから始めたんですよね。でも本当に入ってすぐバイキングになってどれくらい経ったかな、本当にあんまり経ってないうちに嬉しくってあのレイドを上げてたら、うんうん、あのアカウントが凍結になりましてうーん、あ、なんか
ホキさんから聞きました。はいはい、そうなんですよ。もう本当動かせない期間が結構長くて、うんうんうん、でその間にトキさんがバイキングになってくださったんですけど、うんうんうん、なんか最初にそのトキさんがあのクイーンから声がかかってるけど、いや僕がバイキングになったら助かりますかってチャットで聞いてくださったんですよ。うん、でもその時に自分が凍結してるじゃないですか、うんうん、ここでお願いって言ったらこの人も凍結しちゃうんじゃないかと思って、なんかすごく不安になっちゃってうん、うん、すぐにはなんかお願いしますなんて言えなかったんですけど、うん、でも入ってくださってね、本当に助かりました。あ、もう今でも感謝してますX さんはいつくらいにバイキングになったんですか？私は7月の終わりくらいですかね。あ、そうなんですか。7月終わりか、はい、じゃあ私入ったくらいになった、うん、なってたんですね。じゃあそうだと思う。誕生日来てしばらくしてとかだった気がします。そう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 、うん、それはなんか誕生日プレゼントって。それクイーンからオファーがあったんですか？どういう流れだったのか私知らない。私仕事だったんですよその日、珍しく土曜日に、うん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 、そしたらなんか知らないうちに土曜日仕事終わって日本コミュニティに入ったんですよ、いつも通りに、うんうん、そしたら会話してたら大山さんかな、その辺がなんかあれなんかバイキングついてるけどみたいな感じで言われてえっと思って、えどういうことみたいな感じだったんで、何が何だかわかんない状態でみたいな、みたいな感じでなってたから、じゃあオファーがあったわけじゃないんですか？あったのかもしれないんですけど、直接こう行くインからじゃないと思うんだけど、どうなんだろう、トキさんとか、なんか発表が先みたいな、なんか私知らないうちに発表みたいになった違ったっけ。そうだよね、なんかいろんな力がね、そうなんかなんかそうクイーンからとかそういうの向こうからなんか誰か日本コミュニティからなんか活発な人、アクティブな人を一人バイキングにするよみたいな発表があって、で私がチャット入っちゃったもんだからベックじゃんみたいな感じになってバレちゃったみたいな感じで、なんかこうなし崩し的にバレてしまって、なんか格好悪い感じでしたかね。なんかでもあれですね、過去なんかレイドで結構トップの方走ってませんでしたっけ？そうですね、6月とか7月のぐらいはそうか。そうですよね、なんかそれでそう、はい、名前は私も知ってて、あこの人すごいなと思ってて、ありがとうございます。流し出てる流し出てるベックロです。まあ多分そういうなんだろう、なんかこう活発さとか、まあ、嵐みたいなぐらいの、そうそうそう、まあそういうのが認められたんでしょうかね。そうですね、その当時海外も全部ほとんど荒らしてたんで。ああなるほど、はい、はい、ちなみになんですけど、ベックさんのその名前の由来って何かあるんですか？これは副業でやってるお店的な感じがたまたまベックロなんですけどね。あの、まあ、雑貨屋さん、なんか友達がつけてくれて、そうそうそんな感じで、はい、ただ旧姓が黒部なんですよ。へえ、黒部ダムの黒部、はいはいはい、はい、そうだからベック6でベックローで入れ替えて、だからベックロって読むんですよ、これ本当は6までつけて。なるほど、ひらがななんです本当はベックロって。そう、6じゃなくて、あ、6じゃなくてベックロで、ベック、そう、ベックで止めないんですよ本当は。なるほど。だけどみんな分かってないからベックさんって呼んでるから、まあ、ベックでいいやーとか思って、そしたらみんな私のこと男だと思ってたんですよね。うん、僕も思ってました、ね。え、そうなんですね、うん、全然私ベックが男の名前っていう認識もなかったんで、そう、あ、男だと思われてて、で多分運営の人たちもみんな男だと思ってました、うんうんうん、だってね、最初最初に NFT くれるって言って、あのマグナスさんが提示してくる、ね、キャラクター、うん、あれが全部すっごいいかつい男の犬なんですよ。でと思って、
思って、もうちょっと可愛い感じで、あのビーグル好きなんでビーグルでみたいな感じでお願いしたら、なんかメールで、あの、うん、チャットで、テレグラムのチャットで、うん、Are you girl? って書いてあって、そうだよとか思って、Yes, I'm girl! って返しました。そしたら、うん、ごめんごめんみたいな感じで、全部受け入れて書いてくれました。いやだってあのレイドでトップ取るような人ってこうね、なんとなくやっぱ男かなって思っちゃいましたよ、思ってましたよ。本当ですか？うん、いや女性でそんなねガツガツ来る人いるんだくらいの。あ、それは先入観ですよ、ちょっと。そうですそうですよね。褒められてるのかな。そうですね。褒められてるのかな。いやいや、多分ねやっぱねおっさんだからで考えが古いんですよもう。やりだすとねハマっちゃうんですよ昔から。いいですね、なんかそういう人がやっぱ、うん、そう、はい、廃人。あ、そう、オンラインゲームでよく廃人ってよく言われてたんで昔。ああ、そうなんだ。そっち系の方なんですか？じゃあ、いや、それも全然しないんですよ。ただ妊娠出産で暇だったからやったら廃人になっちゃう。へっていうね、やりだすと止まんないんです。あ、でも分かりますよ、私もそう、同じ感じです。ハマるとです、ね、とことん、そう。そうそんな感じです。そうなんですね。お二人はなんかリアルで会ったこととかない感じですか？はい、まあ愛知と東京じゃないか、まだね会えてないんですよ。なんかバイキング同士でこう、ね、コミュニケーションとかやってたりします？1対1ではあのお話ししたりすることはあります。うん、あ、音声でってことですか？そうですそうです。なるほどなるほど。でもね、会いに行きたくて会いに行きたくて、もう今東京に行きたい熱が半端なく。そうそう、いいじゃないですか。ちょっと東京で来て来て、いよいよ、そう、行きたい、会いたいと思って、多分会ったらもう泣いちゃうぐらい嬉しいと思う。ね、うん、会いたいね。結構でも関東圏多いですよね。東京、静岡、愛知とかあの辺、関東、東海、うん、結構多そうだから。そうですね。うん、なんか意外とこう全国にパンと広がってる感じが出ましたけど、うんうんうん、話をすると東京東京東京って言われる方が結構いらっしゃるんで、うんうんうん、たくさん会える。ギャー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 騒いでるのが東京なだけじゃない？多分絶対もう全国各地にいるけど、みんな奥ゆかしいんだよ、うん、きっと。おしゃべりランキングがね、東京が上位を占める。かもしれないよね。なるほど。そう、さっきあのお二方ともなんかテレグラムあんまりねやってなかったっていうことなんですけど、あのあれですか、X とかもうそんなに、まあ、見る専門でやってたりっていうのはなかった感じですか？そうですね、私はあのベックさんも一緒だと思うんですけど、やっぱりこうものづくりをしてこう何か発表する場ってインスタグラムがやっぱり多いんですよね。うん、あ、なるほど。だからそっちの方はもう何年も続けてますけど、X とかは本当にもうこれ始めるのに作った感じ、アカウントも作ったし、テレグラムも本当にこう年に入ったぐらいですかね、私も。エックさんも同じ感じ？うん、私も作品作って Facebook と、インスタで、インスタで上げてるけど、Twitter は本当なんかライブのチケット探しとか、そういう、そっちのなんか、なんかの手段っていうだけで、こう、うん、あんまりその個人的なことに使ったりとかはしてなかったから。うん。初めて。そうですね、私もなんか、インスタ、フェイスブックはまあ、やってたけど、やっぱ、そこ犬、やり始めてから、X 結構投稿するようになって、って感じですね。うん、そうなんですね。なんかやっぱね、そう、YouTube やってると YouTube メインになっちゃうんですよね。他のなんか SNS まで手が回らないっていうか。うん、なんか
そこまでつぶやいて誰かに伝えたいことも普段ないですよ。そう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 若い子じゃあるまいしって、ね、そう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 穏やかにね感情がね暮らしてるから、うん、そう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 、うん、そうだからかもね、うん、そうねなんでつぶやくんだろうってよく思ってた時あるけど聞いてほしいのよ誰かに。そうですよね。今はねそこがあるんでそこで皆さんが聞いてくださるんでね、うん、そう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 、うん、ね、ありがたいですけどね。そうですねでお二人とも普段まあお仕事以外でなんか休日とかって何やってらっしゃるんですか。じゃあペックさんからいきましょうか。はい、私休日も結構働き者ですね。まあ、好きなんだ。いや好きじゃないけどなんか何なんか休日はねミステリーショッパーしてるんですけど、だから出かけて都内に出かけるんですけど、そのついでに調査したりとかして、あ、うん、小金を稼いで。お、結構娘と美術館に行くことが多くて、そのついでにじゃあちょっと一件調査してくるわとか言って調査したりとかしてますね。面白いですね。結構娘さんともしょっちゅう一緒な感じですか。そう、うち、そう、子供たちがみんなマダコンなんで一緒に出かけてくれるんですよくあのツイッターに映ってますよね。あ、そうです、そうです、うん、そうです。あ、なるほど、なるほど。ユミさんとか何してらっしゃいます、休日とか。私はね、基本丸一日お休みっていう日はないんですよね。私も何か閣下してるので、うん、でも時間が空けばお友達とランチしたりとかすることが多いかなって感じですかね。うんうんうん、なんかこう私今愛知に住んでるんですけど、もともと神戸の出身なんですね。へ、であんまりそのなんていうか愛知に詳しくないというか、うんうんうんそんなに知らないんで、やっぱ地元でできたお友達にいろんな場所を教えてもらって一緒にお出かけしてるっていうことが多いですかね。あ、そうなんだ。じゃあ別にジャンダラリンが出るわけじゃないんだ。あんまり出ないと思います。でもこっちのお友達と話してるとやっぱりちょっとずつ移ってきますよね、うん、移るよねあ、なるほど、移るって思います。なんか趣味とか最近ハマってることとかあります？趣味はもう今はそこ一色なので。おお、素晴らしいそこ愛ですね。そうですね、もう本当に時間が空けば5分でも10分でもちょっと覗いてしまうっていう、私が多分一番沼ってるかもしれませんいや本当ね、もうそこやってからただでさえ時間ないのにもうねそこそ時間泥棒ですよね。本当ですよ、どんだけ持ってくんだってぐらい、ね、ありがたいですね、そういう方がたくさんいてくださるって。ペックさんはなんか趣味とかハマってる、まあさっきもおっしゃってたかな。あ、美術家ですか、まあ、うん、感じ。あとでも最近はダイビングを始めたんでダイビングをしたいです。したいけどそんなしょっちゅうできる趣味じゃないから、そこのがね頻繁です。もうライセンスとか持ってるんですか。持ってます、持ってます。アドバンスまで持ってます。深いところまで行けます。あれ、なんかダイビングってあの水抜きできないと。耳抜きね。耳抜き、ごめんなさい耳抜きねやべえ、こちらが出た、こちらが水抜いちゃうそう、耳抜きできないとダメ、ね、ダメなんだやっぱり。うん、そうそうそうやりたいんだけどできなくて、最近なんかあ、でもできますよ、本当に。本当できるようになります。うん、だってうち旦那できなかったけどできるようになりましたから。そう、やりたいんだけども、その耳抜きのハードルが高くてなんか
なんかね、なんか鼻触るといいとか、なんかいろいろ方法があるみたいで。抜こう抜こうと思わなきゃ抜けますよ。なるほど。ちょっと。まあでも、そこのが頻繁ですよ、私も。でも、ちゃんと入ってるもんね、本当に。まあそうですよね。あの寝落ちしちゃうけど。いやだって本当になんか私もたまにしか入らないんですけど、入ると絶対ねお高なったのどちらかいるなっていう感じするので、多分だから陰率は頻繁なんですよね、きっとね。そうでしょうね、入るようには、うんうん、私もしてますね。すごいっすね、仕事をいただいたと思ってちゃんとやらなきゃと思ってます。そうですね、真面目だからね。そうなのね、真面目なんですよね。はい。ちょっとね、突然で申し訳ないんですけど、あの今回ですね、あのプレゼントがあるので、そのキーワードを二方に発表していただきたいんですけど、まずはユミさんの方から、はい、プレゼントのキーワード。キーワード。はい。じゃあプリンで。プリン。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとベックさんまた後で聞きますね。考えておいてください。いや、マジ、食べ物かぶりしたとか今ちょっと忘れちゃった。はい。じゃあですね、はい、結構やっぱりお二人ともどっぷり底犬に沼ってると思うんですけども、まあ、今後その底犬とか、あとコミュニティに期待していることとか、あとは熱い思いとか感想とかでもいいんですけれども、何か言葉にして伝えていただきたいんですけども、じゃあペックさんからいきましょうか。ね、みんなでオフ会したいです。ああ、したいですよね。上場記念とかね、上場楽しみだなって本当に思ってるんで、うん、そこからが戦いだよね。今年中に上場する勢いなんですかね、うんうん、なんか審査員曰くね、うん、そういう予定で動いてるっていうふうには聞いてます。うん、うん。なるほど。いいですね。はい。ね。うん。あれ、その前にでもゲームの発表がある。そうですね。ありますね。ですよね。うん、ゲームが出て、はい、その後、頂上。はい。そうですね。楽しみですね。はい。楽しみです。じゃあ、ユミさんから、期待、思い、感想とかあれば。はい、私はですね、やっぱりこうコミュニティがね、今すごくたくさん人数が増えてきて、まあ、ありがたい限りなんですけど、こうたくさん人が増えれば増えるほどやっぱりいろんな思いがね、そこに混ざってくると思うんですよ。でもやっぱりあの場所をこうちゃんと愛のある場所で保っていきたい、なんかいろんな思いがね、あのちょっとぶつかっちゃうこともたまにあると思うんですけど、でもそれでもやっぱりみんながこう許してあげて、与えてあげて、また受け入れてくれたら、もう一度また元内の場所に戻れると思ってるので、それを皆さんのご協力でずっと上場まで保っていけたらなっていうふうに思ってます。あ、いいですね。素晴らしい。涙がちょちょぎれてきた。涙が出てきた。さすが愛の伝道師。でも本当にね、そう思うの。なんか誰か一人がこうしんどい思いするとか、誰か一人に負担がかかるとか、そうじゃなくてね、せっかく今こう皆さんが協力してこう助けてくださるじゃないですか、てかその関係をやっぱりずっと維持していけたら、やっぱりそこの価値もね、その分ずっと上がると思うし、そういうことだと思う。本当にね、皆さんのご協力あってだと思うので、もう本当に普段から感謝してますけども、この先もずっとよろしくお願いします。本当ですよね。なんかすごいのが、誰に言われたわけでもないのに、もうそこにいる人が新しい人来たらなんかフォローしてあげるなんか文化がもうできているじゃないですか。根付いてるじゃないですか。はい。あれすごいなと思って。ね、本当に本当に素晴らしいと思います。ね。この間 ね、そう電線って言ったら電線って言われちゃったけど、こうなんかこう自分がしてもらった優しさが違う次の人にこう連鎖していくみたいな、もうそういう構図がもうあの中でできてるので、うん、新しく入ってくださる方にもやっぱりその思いが伝わっていったら一番いいなっていうふうに思います。
そうですね、でもあれだよね、もともとのそこのシステムもいいんじゃない、私は思うんだけど。だからそのカルパとか言うじゃん、うん、だからそういういいことをしたらポイントがつくっていうことの、うん、やっぱそういうのが根底にあるから、あ、じゃあいいことしようとかさ、誰か来たら会話して説明してあげようと思ったら、それはそれで自分にも返ってくることだから、そしたら自然に会話も盛り上がるシステムがそこにできてるわけだから、まあいいシステムを運営が最初に作ってたって話もあるけどね。そうですね、そうだね、うん、それに見事に日本のコミュニティがあってて、そこで盛り上がってるっていういいサイクルだねと思うけど、ね、ありがたいですね、うん、ありがたいね、いいと思う、いいと思う、はい、ありがとうございます。あ、そうそう、大事なこと聞くの忘れてた。ですね、まあ好きな食べ物と、はい、好きな男性のタイプを教えてください。ユミさん、聞きたい、ユミさんのこれみんな聞きたいですね、あのそこ犬コミュニティの男性は。聞きたいよね、聞きたいですか。聞きたい。いや、でももう今日そのためだけにこの対談やってると言っても可能ではない。忘れてたじゃん、ハチと。で、好きな食べ物は、一番大好物何って聞かれたら、やっぱりプリンが大好きなんですけど、私。これあれですよ、みんなあの男性はオフ会の時にね、分かってますよね。はい、あの、シンプルなプリンが好きです。なるほど。あの、いっぱいゴテゴテしてないのが固め？柔らかめ？両方好きなの。それ両方好きなの、だって両方良さがあるでしょ。両方買わなきゃダメじゃんそれ。いや、2個ずつお願いします。2個ずつなんだ。そこが欲張りだよね。はい、じゃあ好きな男性のタイプは、タイプ、え、見た目でってことですか。中身。まあ、まあ、両方言ってみましょう。両方言ってみましょう。優しい人が基本好きですね。あの、自分の感情を押し付けてこない人。っていうのが一番基本ですか。俺が悲しいからお前も悲しめとか、俺が怒ってんだからお前も怒れみたいなのはちょっと苦手な人。そんな人いる？たまにいるでしょ。なんか、え、怒らないのとか。え、これ面白くないのとか言われると、なんか私の感情は私が決めるよって思っちゃうので、うん、それはそうだよね。そこがちょっと私の中では重要ポイントだったりします。なるほどね。はい、まあ、いろんな恋愛をしてきてたどり着いた。で、ね、それが今の私がシングルでいるゆえんかもしれないですね。あ、そうなんですか。それ言っちゃっていいんだ。それ OK なの。ね、それ OK？隠してるわけじゃないけど、でも知ってる、みんな知ってるよ多分。コアの、そうなんだ、うん、知ってます。前に言っちゃって、うちは結構言っちゃってるもんね。じゃあ大丈夫なんだ。別に、いや、でも全員は知らないよね。そうですね、新しい人はびっくりしちゃうかな。そうですね。この間のだってさ、対談では言ってなかったじゃん。そう、なんかね、そうだから、あ、言わない体なのかなと思ってた。なんかいろいろ考えてちゃって、なんか、あ、なんか人物が特定されちゃうかなとかいろいろ思ったりもしたんですけど、よく考えたら世の中5万とそんな人いますもんね。そうそうそう、うん、だから別にまあそんなに隠してるわけではないので大丈夫です。それちょっと それ聞いてやっぱり次に聞きたいのは、はい、再婚する気ありますかっていう。見た目は、見た目の、ほら、見た目のタイプも言わなきゃ。あ、そうそうそう、見た目も、そう、じゃあ見た目からいきましょうか。どんな感じの見た目はね、本当にね、一貫性がないんですよね、あの過去振り返って帰ると。でも今テレビに出ててキュンってなるのは鈴木亮平さん。おー、あー、なるほど、うん、キュンってしますね。わかる、わかるでしょ。わかるわかるわかる。もうなんかいいね。うーん、好きですね。はい、はい、で結構男性が多分気にしている、もしチャンスがあれば
そうですね、息子たちが巣立ったら考えるかもしれない、ね、あ、そうなっちゃいますよね、やっぱり、やっぱり子供たち、うん、私の一番の宝なので、彼らがこう一人前になって自分の人生だけを考えられるようになったら、うん、ちょっと考えるかもしれないです、うん、なるほど。ちょっと今日のこのね、はい、動画見てそわそわしちゃう人が結構いるんじゃないですか、ね、いますかやばい、これ熱い動画になります ね無駄騒ぎですね、はい、ありがとうございます。なんかすごい、多分なんか盛り上がりそうな、ね、動画見た人が ねちょっとって動画見た後のたそうコミュニティちょっと楽しみですね10年待つぜとかねいうコメント来そうだよね絶対ありそう。私がおばあちゃん20年でもって、あ、なぎさ歌っちゃう見てるはい、ありがとうございます、はい、じゃあね、ベックさんも、はい、はい、じゃあまずは中身からいきましょうか。あ、好きな、ごめんなさい、食べ物じゃないの食べ物そう、食べ物は納豆です。納豆、お渋い、はい、渋いっすね。渋い、うん、食べ、うん、偏食なんでね、大事なんです納豆が。私魚とか肉とか野菜とか全然食べないんで、あ、でもね、僕最近でもね、うん、肉と魚ちょっとやめて、あの、うん、野菜ばっかりで、タンパク質取るのに納豆、うん、お、そうそうそう、それです、タンパク質取るのに納豆とプロテインです。そう納豆とあと豆乳飲むようになりました。そうそう、豆乳ね、豆乳もね、パイナップルとパイナップルジュースと食べると美味しいです。合わせて大好きです豆乳ね、美味しいよね。ですか、健康志向ですか。え、だから私すごく偏食なんで全然健康志向じゃないね偏食なんだ偏食なんですよ。だから大事なタンパク源が納豆なんです。え、でも納豆って言っちゃうとさ、あのオフ会の時納豆になっ届きますね、いっぱい大丈夫、持ってきてくれる、ね、持ってきてくれるなら全然。そうなの、高級納豆とか本当に。ああ、なるほど、ね、なるほど、そういうことなんで、はい、ね、あのビッグファンの皆さんはね、わかりましたね、ちゃんと納豆買い占めで、うん、その辺の納豆じゃダメですよ、あの高級そうです、あのわらとか、あと豆が大きいとか、豆が美味しいとか、うん、ねそういうの茨城県の人大歓迎。おお、茨城県の人チャンスですよ。ですねですねいるかいや、いると思いますよ結構、うん、本当、はい、じゃあ納豆待ってます、はい、じゃあね、気になる好きな男性のタイプを教えてください。ユミさんも後で恐縮ですがね聞きたいです、聞きたいですか。私もでも一貫性ないってよく言われてるリアルはね、リアルは、うん、リアルで付き合う人は結構、あ、なるほど、喋らない人が一番いいです私は。あんまり、うん、私がベラベラどうでもいいこと喋ってるんで、あ、なんかベラベラ喋る男の人よりかは黙って聞いてくれる人か、うんうんうん、なるほど、どしっとしてる人か、なんかおしゃべりランキングが動かなくなりそうね今のえ黙り込んじゃったらどうしよう。そんなことはないでしょうよそんなことはないでしょうそう、いざっていう時に頼れるような感じで、あんまり喋んないけど、いざっていう時にガッて、うん、そう言ってくれる人がいる、うん、なるほどね、ね、キュンってしちゃうね、うんうんうん、キュンとするの、そう、キュンってするんだよね、わかる、ありがとう、そう、普段はね、泳がしておいてくれて、こうグッて体重だけ手綱を引くようなね、そういうのがいい、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあ見た目のタイプは、見た目はオラオラ系が好きです、ちょっとオラついてるくらいが好きです
え、芸能人でいうとどんな？私すごく娘と一緒に LDH のジェネレーションズが好きなんですけど。ご存知ですか？知らないよね。知らない。わかるよ。ごめんなさい。わかる？うん。それのボーカルの王子様じゃない方です。ボーカルがね、王子様とオラオラがいて、オラオラの方ですね。そう、数原龍斗っていう人です。好きです。会いたいな。いつか会えるかもね、そこ頑張ってたら。会えるかな。会えたら鼻血出ちゃうかも。箱ティッシュ持ってくる？数原龍斗。数原龍斗。はい、好きですね。検索しとこう。前言ってたよね。でもそこでもね。あ、そうなんですか。かっこいいよって。うん、そうそう。なるほど。はい、じゃあ我こそは数原龍とオラオラ系だっていう方はね、高級納豆持参で国会参加して、ベックさんに。コロッと言っちゃいます。あれは、ベックさんは普通に、あの、旦那さんもいてって感じなんですよね。普通に旦那さんもいますよ。別に全然オラオラ系じゃないですけど。はい、じゃあ、はい、あのお友達になる感じの感じでやっと実感して、そうですよ、お友達になりましょうですね、みんなお友達で、はい、ですね、ね、うん、はい、ちょっと怖いだからね。そうです、ありがとうございます、ね、じゃあちょっとここであのベックさんのキーワードを発表していただけたらと思うんですけれども、ね、迷うで、ね、どうしようか。なんか最初納豆って思ったんだけど、ユミさんにプリ言われたからな、うん、ごめんね。じゃあオラオラ、オラオラで、オラオラで、あ、いいですね、はい、じゃあオラオラで、はい、オラオラで、はい、エクサのキーワードはオラオラでお願いします。お願いします、はい、はい、じゃあですね、あの今日はいろいろお話しいただいてありがとうございました。結構ね、あのコミュニティが盛り上がりそうなネタがいくつも引き出せたんじゃないかと思っていますので、ちょっとね、この動画、そう、動画流れた後の日本コミュニティ、ちょっと楽しみですよね。大丈夫でしたかな。大丈夫かな。全然そこに関係あるのかないのかよくわかんない。いや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 、もう、お二人の存在がもうそこ犬ですからね。ね、うん、そうなの、うん、いやもう、いや、絶対ね、これね、本当に、お二人のファンの方にはもうのよだれもんですよ。ファンがいてくださったらいいですね。嬉しいですね。はい、じゃあね、ちょっと締めに入りたいと思いますので、こう最後はね、ちょっと真面目にいきたいと思いますけれども、はい、まあ今後ですね、そこ犬のコミュニティでこうやりたいこととか、なんかこう要望とかあれば教えてください、うん。私はもうさっきお話しさせてもらったみたいに、うんうん、本当に上場までこのままの温かい雰囲気のコミュニティを維持していきたいっていうのが一番ですね、うんうんうん、なんか、うん、あのいつもね、間とか言ってちょっとめんどくせえなこいつみたいに思われてる方もいるかもしれないですけど、なんかこう愛のあるコミュニティっていうのがやっぱり他にないそこの魅力だとも思っているので、うん、皆さんが同じ思いでそこを大きくしていけるっていうのが上場まで、もちろん上場が終わった後ももしかしたらコミュニティが残っててみんなとワイワイお話できたら楽しいなっていうふうにも思ってますし、皆さんと一緒に頑張ってそこまで持っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。もう愛が溢れてますね。素晴らしい、本当に女神だよね。うん、まあ、でもこの雰囲気がだからもうそこにね、伝染してますよね、浸透してますよね。もうね、皆さん一番最初にユミさんが作ってくれた雰囲気だからね。そう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 。うんうん。うん、ありがとうございます。これがずっと続いているし、まあ、今後も続くと思うし、はい、まあ、これね、動画見てる方もそうなるように多分協力してくれると思うので、はい。もう全然大丈夫ですよ。よろしくお願いします。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、ベックさん、うん、はい。はい。お願いします。私、この間、そう、私はこの間、昨日かな、結構話してて、すごいみんなそこにいる人って才能があったりとか、なんかすごいいろんなこと
と考えてくれる人が多くて、なんか日本独自のなんかこうそこを宣伝できるようなイベントもしてみたいなって本当に思ってて、うんうんうん、前から、うんうん、私的には前はちょっとコラボカフェとかで、ね、そういうのもいいなと本当に思ってたんですけど、いいですね、なんかそういうじゃないけど、うん、本当に日本って結構独自な文化もあるし、うんうん、アニメとかイラストとかって結構若い子にもね浸透してるから、うんうんうん、なんか日本らしい日本的な感じでそこを広められるイベントをしてみてもいろんな世代に受け入れてもらえるからいいのかなと思って、そういうところをまあ多分運営もやらせてくれるような運営の方たちなので、うん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 、試せるんだったら面白いのになってすごい思う、うん、なんかこうね、そうみんなと作っていくっていうのを運営もやってくれるような人たちだから、うん、すごい期待っていうかそういうの楽しくて楽しめるコミュニティになっていくといいなと思います、うんうん、そうですね、うん、とりあえずあの T シャツが欲しいんだけど、はい、でしょ、クイーン持ってるあの T シャツ欲しいですよね、勝手に作っちゃっていいのかな、なんかおっぱい付きでとかどうですかそれ私は欲しいね、なんかこれ着たらすごい巨乳になるようなおっぱいみたいな感じでしてさ、どうとか、もう多分めっちゃ買っちゃうかも私そうそうそう、もれなくおっぱい付きですって言ったらすごいみんなすごい買っちゃうかもねって感じ、ね、はい、ということでじゃあねこの辺で、はいはい、まとめたいと思いますけれども、はい、はい、今日はね本当にどうもお二人ありがとうございました。もうかなりですねこの動画底犬の中ではバズると思うのでそうですね、はい、やっとないで、はい、楽しみにしています、内輪で、はい、ありがとうございます。ベッキムのお二人、ユミさん、ベックさん、本当にありがとうございました。またね、引き続きコミュニティの方、盛り上げていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。お待たせしました。それではね、総額 7.5 億ドル底のエアドロの受け取り方法について、詳しくね、解説していきます。で、やり方としてはね、1,2,3 のこのステップですと、まずね、底犬に登録してくださいと。で、すでに登録している方はね、ボーナスサイト、これから Google フォーム案内しますので、そちらの方をアクセスして、で、そのタスクですね、X の、まあ、リツイートをしていただいて、で、その証拠をね、提出していただくという形で応募していただきます。あとは先ほどのね、動画で、バイキングの方がお話ししていたキーワードですね、こちらも必要になりますので、きちんとね動画を確認していただけたらと思います。はい、で先着順で500万ドル底ですね、1人当たり500万ドルなので、まあ 7.5 億ありますので全部で150人ですね。で150人なんですけども、前回のね、先着順のイベントやった時に、まあ124時間で190人くらいだったんですよ。なので、まあ、150人だったら、まあ、12時間くらいは大丈夫じゃないかと思うので、ね、まあ、本当に1時間、2時間ですぐなくなっちゃうというようなものではないので、まあ、ゆっくり慌てずにね、やっていただければと思います。はい、じゃあですね、まずはこちらの QR コードを読んでいただくか、動画の概要欄にね、Google フォームの URL 載せておきましたので、そちらからアクセスしてください。はい。そうしましたらね、こんなね、トップ画面になりますので、まあ、プロモーション企画第2弾ということで、500万ドルを150名様にね、プレゼントしますと。はい。で、下の方にスクロールしていきますと、まずはですね、底犬ユーザーかどうかということで、まあ、すでに底犬やってる方はね、上の方にチェックして進んでください。で、まだ、底犬登録してないよという方は、今回のボーナス、底犬に登録していないともらえないボーナスになりますので、まずはね、登録からやってください。ね、この登録はこちらからというところからね、登録していただいて、あとはこの下にある YouTube 動画ですね、こちらで、登録の詳しいやり方、ね、丁寧に解説してますので、この動画見ながら登録していただけたらと思います。はい。じゃあ登録できたとして、どちらかにねチェックしていただいて、でまずは X ですね、旧 Twitter アカウントを記入しますということで、ご自身の Twitter のトップ画面のここにですね、ねアットマークから始まるアカウント名載ってますので、これをこちらにね入力していただければと思います。まあアットマークつけなくてもいいので入力していただければと思います。はい、で入力完了しましたら、下の方にスクロールしていくと、今度はね以下のタスクを完了してくださいということで、まずね、私の
X のフォローと、あと、そこ犬の X のフォローをお願いしますと。はい、こちらね、アクセスしていただくと、それぞれ私の X アカウント、あと、そこ犬の X アカウントつながりますので、それぞれフォロー中というふうにね、フォローしてください。で、フォロー終わりましたら、こちらですね、チェックしていただいて、はい、こんな感じでチェックしていただいて、で、下にスクロールしていただくと、次のタスクですね、そこ犬のピン止め投稿を引用リツイートして、URL を、貼り付けてくださいということになりますので、こちらねアクセスするとそこ犬のこのね、ツイッターにつながって、ここに引用リツイートありますの でこれクリックするともう直接この引用リツイートを開けるようになってます。でこのねタグを貼り付けてほしいので、ここですね選んでいただいて、はい、こんな感じですね、選んでコピーとね、していただいて、でこの状態で X ね、この URL につないでいただくとこう開きますので、でまずはねいいねを押していただいて、いいねついたら今度はこのリツイートボタンですね、リツイートボタンを押していただいて、でリポストと引用と2つ出てきますので、今回は引用の方ですね押してください。必ず引用の方を押してください。はい、で引用しましたらここにですねコメントを入れられますので、さっきねコピーしてきたタグを貼り付けてください。あとはねここ自由にいろんなことを書いていただければいいんですけどもね、ご自身の紹介リンクとか書いておくと、誰かが見た時にね、紹介リンクを踏んであなたにも紹介報酬が入るかもしれないので、まあ、こんな感じで、はい、記入していただければと思います。はい、で記入して問題ないということであれば、このポストというところを押していただくと、引用リツイートがポストされますので、はい、ポストを送信しましたと出ますので、そうしましたらですね一番下のこのホームがホームボタンですね、ホームボタンを押し1回押していただくとこういう画面になって、左上にご自身のアイコン出てくると思いますので、ご自身のアイコンタップしてください。はい、そうしましたらこんな感じの画面になりますので、またもう1回ねご自身のアイコンタップしていただくとトップ画面に戻りますので、でトップ画面からちょっとね下の方にスクロールしていくと、先ほど投稿したね、ツイート引用ポストがありますので、これをですねまずねこの画面の状態でスクリーンショットを撮ってください。後でねこのスクリーンショットを使いますので、でスクリーンショットを撮りましたら、ここですねここに上矢印のボタンがあるんですけども、こちらを押してください。はい、そうすると下からこんな感じでポップアップ出てきまして、ね、ここでリンクのコピーというところを押してください。はい、で、クリップボードにコピーしましたとなりましたら、また Google ホームの方行っていただいて、で先ほどの、ね、画面のこう下の方に、ここに、URL を貼り付けるところがありますので、ここにね、URL 貼り付けてください。はい、ね、ここですね。はい、で、貼り付けたら、はい、今度は下の方にスクロールしていきまして、今度はですねそこ犬のね先ほどスクリーンショット撮ったねピン止め投稿をリツイートしたスクリーンショットですね、これを、アップロードしますということで、ここにねファイルを追加というボタンありますので、こちらを押していただいて、そうするとねこんな感じでね、ドライブからアップロードしますかっていう画面になりますので、ここで参照というボタンを押してください。はい、そうするとね写真ライブラリーというねところを押していただくと、こんな感じで写真ライブラリー開きますので、で先ほどですねスクショした画像ですね選んでいただいて、このね画像ですね、はい、でこれを完了ボタンを押していただくとアップロード始まりますので、でアップロードが終わるとここにですね、はい、ファイルが表示されると思いますので、これでアップロード完了したということになります。はい、でまた下にスクロールしていただいて、今度はテレグラムの、ね、アカウント名を記入してくださいということなので、こちらですねテレグラムをご自身のアカウント名の、ね入力してください。でこの画面どうやっていくのという方なんですけれども、まあ、テレグラム開くとまあこんな感じになってると思うんですけども、ここですね右下に歯車ボタンありますので、これを押していただくとこうねご自身のプロフィールが表示されて、でこちらにねアットマークなんとかっていう形で書いてありますので、このねアットマークなんとかっていうところを、はい、こちらに記入していただければと思います。はい、で最後にですね、ユミさんペックさんそれぞれキーワードねおっしゃっていたと思いますので、キーワードをね記入していただいて、はい、で全部記入が完了したら送信と押してください。
はい、で送信をしましたらね、こういう画面になると思いますので、この画面が出ればね、無事に、はい、提出完了ということになると思います。はい、でこの後なんですけれども、運営の方でですね、提出していただいた情報を、まあ、確認させていただいて、で問題なければね、テレグラムの方に500万速報を送るという手順になりますので、ちょっとねお時間いただくことになるかと思います。はいね、以下を確認して、まあ、資格がある方に後日ボーナス配布されますということで、まあ、ちゃんとねタスクを完了していることと、あとキーワードね合っていることということで、まあね、中にはこう動画見ないで適当にねあのキーワードを入れてる人とかもゼロではないので、はい、ここはあのチェックさせていただいて、だから間違ってる人がいると、どんどんねあの150番から下の人がいたとしたら、まあ、どんどん繰り上がっていくので、まあ、ちょっとねやっぱりあの動画見るの遅くなったという方でも諦めずにね、参加していただければと思います。多分150名行くのにね10時間以上かかるんじゃないかと思いますので、ね、ちょっと24時間経つとさすがに厳しいかなと思いますけれども、まあ、10時間12時間くらいだったら、もしかしたらね150人の中に入る可能性はありますので、ぜひね諦めずにやっていただけたらと思います。でなおですね、やっぱりね、前回もあったんですけれども、ちょっとね不正、この人不正してるんじゃないかという感じでね、まあ、そういう疑いがある場合には、もしかしたらねあのボーナス配布されないということがあるかもしれませんので、まあ、その時はねちょっとご了承してくださいということでね、やっぱりね、せっかくこう150名分のボーナス用意しているので、まあ、150名にちゃんと渡したいという思いもありますので、まあね、こうずるいことをやるとやっぱりどうしてもね、あのこういうのが増えてくると賞金額もどんどん減らさざるを得ないですし、まあね、こういう仕組み的にもいろんなマスク証を取ってもらったりとか URL を記入してもらったりと、こう手続きめんどくさくなってしまうので、まあね、まあ、自分のためにも皆さんのためにもね、ちょっとめんどくさくなりますので、まあ、そういったねことは控えていただくと、もっともっとね賞金も上がっていくし、ね、簡単なタスクで、まあ、ボーナスがもらえるっていうことにもつながっていくと思うので、まあ、この辺は皆さんのね協力で、はい、信頼関係で構築していければと思っています。はい、ということでね、そこ犬まだ登録してない方はね、ぜひこちらの QR コード読み取っていただいて登録していただければと思います。詳しい登録方法についてはこちらの動画で解説してますので、初めての方はね動画見ながらやっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。